宮迫です。宮迫さんクラスになると、さすがにお前もっとこうトークした方がいいよとか、こうお前のトーク展開こういう無駄があるんだよって指導を月1回1時間指導するだけだと、さすがに50万じゃ合わないですか。いやいやいや、全然いいですよ。出ねえよ出ねえよ。僕クラスだと1時間50万くれればOK だし、美咲さんは30分100万じゃないと OK じゃないらしいです。いやいや、もう4倍違う、4倍違う。海外にいるんで、そんな時間が取れないっていうのがね、短くしたいんですよ。じゃあ宮迫さん1時間50万で OK ですか。どうですか、どうですか。月20本取りましょう。月20本取りましょう。宮迫さん的には、うん、そのおしゃべりがそんな得意じゃない経営者の方いるじゃないですか、はいはい、例えば1年間顧問やって毎月1回1時間話指導したら、はい、1年間でどんくらいトークうまくなってると思いますか。あー、なるほど。もちろん本人の素養って、はいはい、絶対的にあるけど、いや、普通に笑い取れるようにはできない。それが年間600万でできたら、はい、経営者として安いもんですよね。だってはい、今緊急で動画回してるんですけど、なんと宮迫さんがなんと顧問制度始めます。今さら NSC 通えないですからね。それはもうね、それ宮迫さんに教えてもらった方がいいでしょ。経営者の方にまずやってもらいたいのが、はい、へそプリンです。へそプリン、やめてるって。へそプリン、そんなノウハウ言っていいんですか。バイチになって寝転がって、バイチになって おへそにプッチンプリンをポトンととして、手を使わずに食べるっていうのを僕当初 YouTube 始めた当初やったんです、はいはい。もうそれはもう世界的にバズってるってスタッフが言われて、ノウハウだわ。いいんすかこんないい話。聞いてください。そして現場はね、はい、大爆笑ですよ、はい、でこれはバズりますよ言って、はい、全然回りま、それ真冬に、それ全然ダメじゃないですか。ノウハウかと思ったのに、フローリングで冷たいなんか50超えた人にそんなことをさして、全然バズらない。腹抱えてもらえますでしょ。やめてよ。いや、めっちゃバズったのかと思ったじゃん。こういう失敗談も教えてくれますよ。反面教師になるところはなるけど、ただこの失敗したという話を後の YouTube でいろいろいじっていることによって回収してる、後バズりするんですよ。なるほどね。結果結構回ったもんな。そうです、じわじわと。ただこの歴史には変わりないです。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。